はい、どうも、私でございます。本日はですね、まあ、ヤフーニュースの記事でちょっとあった話なんですけれども、なんかこう、毎年この年になったら、なんかこう、新しいお天気お姉さんが、新しい、なんか、どこどこのミスなんとかです、みたいな、二十歳の女子大生が、お天気お姉さんになりますとか、モデルの誰々がお天気お姉さんになりますみたいな、めちゃめちゃ若くて可愛い人がお天気お姉さんになるっていうニュースって毎回あって、僕はそのことに関して別になんかこう疑問を持ってなかったんですけど、最近こうやって発信するようになっていろいろ考えることがあって、でそれで思ったんですけど、なんかこう最近ってこう年の差って男の人って結局若い人が好きでしょっていう話ってよくあるじゃないですか。よくでなんか結局男って若い人が好きなんでしょみたいなとか、なんか結局男はなんか20代の人が好きなんだよねみたいなこと言ってるいう話を聞くと思うんですけど、メディアがそういう印象を相対にしてるんじゃねえかって思ってるんですよ。正直結局 MC の、いろんなキャスターの人って、例えば情報番組とかでもいろんなキャスターの人って、男の人はまあタレントさんだったりとか、そうやってアナウンサーの人でもいいんですけども、まあ、結構例えば40以上とかの人が結構いますよね。で隣のキャスターの女の人は20代とか3で若くて可愛い子ですよね。それでお天気お姉さんが毎回新人何々です、よろしくお願いします、まだ慣れてないんですけど、モデルしてて頑張りますみたいな、うわーかわいい、何々ちゃんだっけ、これからも頑張ろうね、毎週お天気お姉さんと喋るの楽しみなんだみたいなことをおっさんが言うじゃないですか。いや印象操作や、そんななんかこうやってコメンテーターだったり、コメンテーターでもいいし MC の方だったりとか、いろんな人って結局僕はその視聴者の一般目線の代弁者って普通に思ってるんですよ。本当だったらアナウンサーだったら事実を伝えることが仕事だと思うんですけれども、なんかそういうのじゃなくて、おじさんが若い人、何々ちゃん今日の天気は何かなとか言ってるじゃないですか。もうあれが印象操作で、あれ見てたらなんかおっちゃんが おじさんですよ、おじさんが若い女の人と仲のいいなんかキャッチボールみたいなのがあるじゃないですか。この間なんか飲み行って、あなんか芸能界のこと教えても楽しかったですみたいなこと言ったりするじゃないですか。いや本当になんか女性が怒ったりとかいろんなこと問題あるんですけど、やっぱなんかこう男としてはなんか若い女性を好きにさせようというような印象操作があるんですか。で最近テレビ離れっていうのが進んでますよね。若い人は全然テレビ見なくなってるっていうのは多分メディアでも分かってるし、なんか若い人を起用したら、まあ可愛い人がいたらまあ見るとか、なそういう風な潜在のがあったりするんでしょうけど、なんかこうだったら別に若いキャスターと若いアナウンサーと若い女の人でやって、若い人だったら分かるんですよ、若いから。だけど MC は絶対年配の人ですよね。でそれで女性が年配が若い人で、お天気お姉さんが若くて、おじさんがこう若い女と絡んでるっていうのが楽しそうにしてていいなみたいないうのがあって、それ逆だったらどうなんですか。だからめちゃめ結構年配の女性、ベテランの女性と若い新人男性 で男の人がめちゃくちゃ若くてイケメンのなんかこうお天気お兄さんみたいなだったら、これはどうなんですかいうふうに思ってるんですよ。だからそういうなんかメディアとかでもまあそんなないじゃないですか。そうなんかこうね、なんかこうなんですか、今言った逆みたいな、ベテランの女性キャスターに新人の男性がついてお天気お兄さんみたいな、多分そういう世の中になったら女の人も若い男の人を好きになっていく世の中の流れっていうのが作られると思うんですけど、だからテレビ離れでなんかそういう人、そういう若い人たちを引き込みたいのか、おじさん見てる人たちっておじさんが多いから、おじさんに受けが狙えるように若い人を起用してるとかっていうのがよく分かんない。まあそういうのがあるとしたら、結局なんかメディアの印象操作で、男としては若くて可愛い人を好きにさせようとか、若くて可愛い人に興味を持たせるような印象操作の仕方をやっぱしてますよね、そもそもが。なんかこう男として、僕としても例えばもう37ですか、37になってるんで20代前半とか無理ですよ、恋愛するなんて。もう20代前半の人なんて若くてかっこいい人みたいなのが好きっていうの分かってて、僕は声かけてもLINE 教えてもらえないですよ。あ来た来た来たみたいなこと言ってるけどすぐキャンセルだったりとか、登録した瞬間ブロックするとか余裕でされますかね、普通に。だからなんかそういう風に若い女の子とかは別になんか顔でが好きっていうので全然いいと思うんですけど、なんかそういうなんか夢を持たせるとか変な希望を持たせるようにして、なんかそういうことをすることによって得するような流れができてるんじゃねえかみたいなとか、なんか障害未婚率を高くするとか、独身の男性、まあ独身って中年ですよね、中年の男性独身でいてもらった方がいいみたいな、なんか流れができてんじゃねえかなみたいな、経済の流れとかで。
なんかそういうのを個人的に考えてるんで、やっぱなんかメディアの印象操作とかっていうのは本当になんかやべえなっていう風に感じてます。だからなんか普通に男の人は若い人が好きって言っていいんじゃねえかなって思ってるんですよ。だってあのどのテレビ見ても若い人がたくさん出るから、だからなんかやっぱどうせ若い人を見る機会が多いし、おじさんと若い人が仲良くしてると羨ましいなと思って、なんか僕もなんかそういう風になって、なんかこうやっぱ若い人と興味があるなって思うようになるじゃないですか、そもそもがそういう風になんか印象操作だったりとか、その心理的になんかそういう風に植え付けられると、なかなかね人って抗うのは難しいなみたいな、潜在的からなんか洗脳されてんのかなみたいな、個人的に思ってます。はい、ということで今回はまあその若いねお天気お姉さんが入った時の印象操作がやべえっていう話でございました。それでは失礼します。バイバイ。